あ、ついに来たこの鍵。ぎ。えー、かけてみよう。 ということで、これまでのお約束通り、公開処刑。必ず結果をご報告します。と言っていたので、今日はこの動画をあげました。一つね、お詫びしなければならないことが、 合格発表が令和4年1月26日水曜日でしたので、その後、まあ郵便が到着。ここまでね、発表がちょっと遅れてしまったのは単純な言い訳なんですけれども、2月のね、8日まで超ハードスケジュールで余裕がなく、やっと今日編集が終わった感じです。まずは令和3年度試験。こちらは都道府県別試験結果一覧ですが、東京都は受験申し込み者数14,516人、受験者数1,930人、合格者数が1,402人、合格率12.83%、 と合格率が他県よりりもかなり高いですねそれから行政書士試験300点満点ですが合格基準点はこちら法令と科目の得点が122点以上であるもの一般知識の得点が24点以上であるもの試験全体の得点が180点以上であるものですねこちらの詳細この動画の下のピクを説明欄にすぐに飛べるリンク貼っておきますのでご参考くださいそして僕の結果はこちら このね、はがきが届いてる時点で、不合格でした。証拠としてこちらお見せします。不合格と、ここになっています。僕は日大分理学部で受験しています。得点の結果もきちんと開示します。こちらです。法令が五種卓一80点ですね。多種選択が16点。記述が10点。 やっぱりこうやって見ると、この記述と誤詞卓一。ここもダメですね。もっとしっかり取っていかないといけなかったんじゃないかなと。まあ、合格のね、最低基準を満たしてないです。106点なので。えー、一般知識はね、これまでの動画でも何度かお伝えした通り、レックの模試等で非常に点数も良かったので、今回も同様32点で問題なく、足金の24点以上は取れています。この一番下、合計点数が138点になっています。 合格点は180点以上ですので、あと42点足りないと。ま、あこれがね、あと5点10点でクソって言うんだったらまだわかるんですけども、こんなね、42点も足りなかったら、全然ダメですね。本当に記述がこれだけ取れてなかったっていうのは結構ショックです。振り返り、まあ、反省点としてですね、やはり最後の追い上きが間に合わなかったことは大きかったです。 そしてなぜ間に合わなかったのか、シンプルに、まあ計画的な学習ができていなかったためだと感じます。僕は昨年1月1日に受験を決意し、そこから試験内容を調べたり、テキストを購入したり、まあ完全独学ではあったんですけども、動き出しは良かったと思います。ただ、3月から6月にかけて、正直ですね、実はここ、怠けてたというか、中だるみした感がありました。この期間って結構重要だと思います。絶対的演習量不足。 この最大の範囲がこの期間にあったと思っています。で、再びモチベーションを上げ始めたのがやっぱりレックの模試がスタートしたくらいからですね。やっぱり周囲の頑張ってる姿を見ると刺激を受けますよね。 試験の結果は以前の動画でもお伝えした通りですが、最後の最後でなんとかならないかなってところまでね、行ったんですけども、先ほどのこの点数を見てもわかる通り、記述までしっかりした対策を練ることができず、付け焼き場でした。最後は根性論、精神論で乗り切ろうというラストスパート。まあちょっとというかね、ほんとかなり自分のこう、試験に対する認識が甘かったなと、深く反省しています。ちなみに具体的に勉強時間の方なんですけども、1日最低1時間、余裕がある時は2時間、こんな感じでした。 この動画を見ていらっしゃる方、おそらくですね、少ねえよってツッコミが入りそうですが、人によっては、お前1年近くあったんだから、トータルの勉強時間考えたら十分だろう、頭悪いんじゃねえかって思われた方もいらっしゃるんではないかと思います。僕としてはですね、平日の時間よりも週末の時間配分に問題があったと思っています。普通のサラリーマン OL の方なら、平日はまあ1、2時間キープして、まあこれでいいかと思います。ただし、週末が3時間から5時間という方も多くいらっしゃいました。僕は週末2時間。 平日とあんまり変わらないんですね。で、やっても3時間くらいでした。直前期もこんな感じでした。追い上げが足りなかった。時間がなかった。と言ってる割には僕はこんな感じで、自分の都合の良い解釈をし、言い訳をしているだけですね。本当にこれはね、完全な僕の努力不足。問題を解いていない。勉強をやっていない。これに尽きると思います。もっとね、頑張れたはずなのに、やりきれてなかったんですね。 いやー、ほんとね、結果に関して、この1、2週間くらい合格された方のね、ブログやツイートを見ながら、中にはね、中卒で完全独学の方とかね、もうシングルマザーで仕事がものすごく忙しいのにっていう方もね、いらっしゃったんです。本当にすごいなと思いました。なんだかね、自分が恥ずかしくなりましたね。合格した方がテキストとさよならする写真とかアップされてたんですよ。 そのね、テキストボロボロです。ブックオフでは絶対買取拒否ですね。そんなに何まで何度もテキストを読み返されてました。またね、中には4年目、5年目にして合格した、その喜びを綴った日記もありました。本当にね、おめでとうございます。4年5年努力を続けるとね、なかなかできることではないです。 今回の試験で自分のね試験に対する甘さを実感するとともに今一度学習に取り組む姿勢を見直すきっかけをもらいました行政書士試験は生活にもそして仕事にも法律の知識を深めるにも大変役立つ試験です残念ながら僕不合格でしたが今後も継続して学習を続け合格を手にしたいと思っています以上長くなりましたが令和3年度行政書士試験合格された皆様本当におめでとうございます そして残念ながら不合格になった受験生の方、また試験会場でお会いできれば幸いです。人生はまだまだこれから長いと思います。何よりも前向きに諦めず一緒に頑張りましょう。以上、カズでした。See you!